今回ご紹介するのは、女優で歌手の本仮屋ユイカさんです。清楚なルックスと愛くるしい笑顔で人気を博す彼女の経歴に迫ります。本仮屋さんは1987年9月8日生まれ、東京都目黒区出身。身長165センチ、血液型は A 型でスターダストプロモーションに所属しています。子供の頃から歌手に憧れていた本仮屋さんは、10歳の時に芸能事務所テアトルアカデミーの児童劇団コスモスに所属し、子役として芸能活動をスタートさせます。12歳になった1999年、 NHK の教育番組ワクワクサイエンスの所長役としてレギュラー出演をしました。中学時代の2001年に大人気学園ドラマ3年 B 組金八先生第6シリーズに出演。学級委員を務める青沼美穂役を演じ、本格的な女優デビューを飾ります。同作の出演をきっかけに仕事が増え始め、2005年には連続テレビ小説ファイトの主演に17歳で抜擢され、知名度を大きく上げました。その後も僕の歩く道、バラのない花や相棒劇場版、闇金牛島くんなど映画やドラマのヒット作に数多く出演。最近ではドラマ今日からヒットマンで相葉雅紀さんが演じる稲葉藤吉の妻役を熱演しています。本仮屋さんは主演こそ多くありませんが、美しいルックスと演技力の高さで存在感を放てるのが魅力です。また2012年4月から TBS 情報バラエティ王様のブランチの MC に起用され、卒業する2015年9月まで3年半の間出演するなど、女優業以外の仕事にも挑戦。他にも CM、ラジオパーソナリティ、声優、ナレーションと幅広いジャンルで活躍しています。さらに自身の YouTube チャンネルユイカのラジオ内の企画、30代でやりたい100のことがきっかけで念願だった歌手デビューの夢も実現。2021年10月にユイカ名義でファーストシングルハッピーウィークエンドラブをリリースしました。同年の大晦日には桃色歌合戦にも初出場しています。そんな本仮屋さんはこれまでに6冊の写真集を出版していて、中でも人気が高いのは2022年9月に発売した私です。デビュー25周年を迎えた35歳の誕生日にリリースという記念すべき一冊で、オリコン週刊ブックランキングジャンル別写真集の9位を獲得しました。本人自ら、私、すべての衣類の中でビキニが一番似合うと思ってるんです、と語る通り、浜辺での水着ショットやベッドに横たわるランジェリー姿などが満載。清楚な雰囲気に反した大胆でセクシーな色っぽい表情が楽しめます。最近は妹でフリーアナウンサーの本仮屋里依菜さんと共演する機会も増えている本仮屋ユイカさん。これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。